どこかの倉庫でしょうか。置いてあるのはナショナルのカラービデオカメラというふうに書いてあります。さらにはこれは平均台ですね。こんなものまで。そしてこれは掛け軸でしょうか。天道なんですかね。ちょっとあれですけど、まあ、イソシムですかね。どなたが書いたものかもちょっと分かんない状態。まるで骨董店のようですが、実はこの部屋、蒲郡市のゴミ処理施設クリーンセンターの会議室です。クリーンセンターにやってきた1台の車、中から取り出したのは粗大ゴミです。実は会議室にあったものも全部蒲郡市民から回収したゴミだったんです。県内54市町村の市民1人当たりのゴミの排出量を比べたところ、蒲郡市は県内でワースト4位。市にとってゴミの減量化は深刻な行政課題の一つでした。ゴミ処理費用の増加ということもありますし、最終処分場ということで埋め立てる場所についても負担がどんどんかかっていってる状態です。ゴミ問題に頭を抱える蒲郡市にある企業が声をかけました。フリマアプリを運営するメルカリです。市に持ち込まれるゴミの中からまだ使えるものを選別し、メルカリに出品しようという取り組みです。でもそんなに都合よく集まるのでしょうか。粗大ゴミの回収現場を取材すると、この商品をメルカリに出品させてもらいたいので。ああ、いいです、大丈夫です。職員が目をつけたのはこちらの箱。入っていたのは弦楽器の三線でした。見たところまだ綺麗でも、最近は全く弾いておらず、家の片付けとともに処分することにしたそうです。そもそもそんなに猫見出したくないけど仕方なくっていうところもあるので、そのメルカリで売れるんであれば、そうなんか捨てずに済むんだったらその方が絶対にいいので。持ち主の同意も得られました。環境への意識の高まりから右肩上がりで成長し続けているリユース市場。メルカリが扱ったリユース品の取引総額も年々過去最高を更新し続けています。そこに自治体との連携が加われば、さらなる市場規模の拡大が期待できると話しています。自分たちが何もしなくても市がやってくれることで、リユースをしたことに関われるっていう市民が出てくると思うんですよね。まあ、そのことでリユースが大切だと思って、まあ、ご自身でもリユースをやってもらう、まあ、それが広がっていくっていうことで、我々のサービスなんかも使ってもらいながら、リユースがどんどん発展していけばいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。もう可能な限りもう見れる範囲は見てますね。念入りに撮影しているのは粗大ごみとして回収した座椅子、メルカリに出品するための準備です。蒲郡市は月に1回程度定期的に出品しています。今回はえりすぐりのこちらの6点。座椅子の他にもこの時期に欲しくなるヒーターやブーツ、家庭用の電飾などを出しました。中でも一押しはリュックサックかなと思ってますけどね。他の商品と違っていろんな方が買う可能性があるのかなというふうに考えております。一番苦戦するのはちょっと猫砂かもしれないなってちょっと考えておりますけども。小林さんの予想はこちら。買い手が現れるのを期待しながら出品。売れるのは数ヶ月先になる場合もあるので、気長に待ちたいと話していた矢先。売れましたね。早速ご制約。売れたのは何が売れました？猫砂ですね。猫の砂ですな。なんとも予想外の結果です。最短記録です。本当にだって25分ですよ。25分、いや早いな。一番苦戦するのはちょっと猫砂かもしれないな。
どんなものでもどこかに必要としている人がいるものです。リュックサックが売れるかなと思ったんですけども、ちょっとこれもまた今後の検討課題ということで。商品はクリーンセンターでの引き取りが条件。購入者に返信して取引完了です。蒲郡市によりますと、取材した12月15日時点で合わせて34点の商品が売れました。およそ470キロ分のゴミを減量できた計算です。市民の皆様がまずゴミを出す、そういったその一歩手前でですね、ゴミは実は価値があるものなんだ、じゃあ自分でリサイクルしてみるよというような、そういった方々が一人でも増えていけば、この事業の目的が達成できているってことになるかなと思います。メルカリは蒲郡市の他にも愛知県瀬戸市や岩手県山田町と連携していて、廃校の備品を販売する取り組みも行われています。自治体としてもゴミの課題を解決するには企業の大きなプラットフォームを活用できるメリットがあり、こうした連携でリユース市場はさらに広がりそうです。